はい、13回目だ、12回目、10回目、10回目、9回目、9回目のユーゾアゼミ、録画したのが12月14日、2016年。はい。もうそうですが、はい。では、お願いします。はい。その前に、あ、そうですね。上連さんのが新しくゼミに入られましたので、自己紹介お願いします。はじめまして、よろしくお願いします。上連。簡単なね。はい、上連と申します。年齢は50歳で、婚姻歴はなしです。グッド博士の理論に惹かれて、まあ、イージーモードを博士のもとで学びたいということと、あと同じ志を持つミントさん、フンドさん、エンドリーさんと一緒にお勉強できたらなと応募しました。よろしくお願いいたします。じゃあ入りましょう。はい、はい、じゃあ今日は担当私です。この、月の科学という本ですね。課題の本はマックス・ギュンターね。はい、マックス・ギュンターか、ギュンター。はい、これ博士おすすめの本で面白かったです。面白いでしょ。はい、面白いですね。なぜ絶版かっていうねちょっとね、これ本屋さんに売ってなくって、なんかアマゾンで中古買うか、もしくは図書館とかで探すのが良いかと思われます。はい、ですね、この PHP 研究所ってところから2011年の2月に発行されてますね。この PHP 研究所って、はい、私なんか見たことあったんですけど、よくね、ありますよね。よくありますね。で、松下幸之助さんの、そうそう、それ知らなかったんですよ。さすが、さすが今いい仕事してます。そうなんですか。知らなかった。知らなかったですよね。パナソニックの PHP。 パナソニック、あ、違う違う、この PHP っていうのはそこまでは分からないんですけど、ピース&ハピネスするプロスペリティっていう、プロスペリティ繁栄、繁栄、そう、なんか物心、物と物心かな、物心ともに、物も心もともに豊かな繁栄によって真の平和と幸福をっていう願いのもとに、松下幸之助によって創設された。この人すごいな、本当に。本当すごいですよねそうそう、だからなんか納得しました。こういう本が出てて、PHP って大体こういうなんか自己啓発とか、なんかそういう本があります。そうなんですか、すごい。 PHP 新書とかもありますよね。それも書かなかったんですか。はい、断っちゃったんですか。なんで、もったいない。なんだろう、その時期忙しかった。今決まるよ。はい。あ、やばいです。それ、運を逃してるか。そうか。今、今、今、やばい。そうそう、月の科学、そういうことなんですか。そうですか。そうそう。いや、要はだから月の科学じゃないですか。月っていうのはラックとか。うん、そうです、そうです。で、我々は多分、ついてる人とついてない人がいて、ついている人ってなんか、なんかうまくいっちゃうわけですよ。そうです、そうです。それもったいないぞと。我々もこうなんかあまり考えずについている人生を送ろうじゃないかみたい、そういうことですよ。そうです。このね、副題が運をコントロールする技術っていう題で、いね、はい、で現代はザ・ラックファクター、ラックファクターね、で、ちっちゃく書いてあるんですけど、うん、どうぞ。ありがとうございます。 Why some people are luckier than others、 まさに言った通りね、And how you can become one of them、 そういう運のいい人の一人になるにはどうしたらいいか、なんでついてる奴がいるんだと、そういう人になるためにどうすればいいんだと。はい、で、著者の人物像が録画されてますよね。赤がついてる、よし、はい、ついてます。で、著者の人物像および本の概要なんですけど、このマックス・ギュンターさんという人は、イギリス生まれの作家で、はい、ジャーナリスト、投資家ですね、で11歳でアメリカに移住し、プリンストン大学を卒業し、超頭いいね、ビジネスウィーク、プリンストン大学って、そうですね、ビジネスウィーク誌勤務を経て、プレイボーイ、リーダーズダイジェスト、サタデーイブニングポストなどの雑誌、新聞に寄稿するようになります。なぜプロイボーイで、なんか父親はスイス銀行界で活躍した人物で、世界的に名を知られたチューリッヒの、なんて言うんでしょうね、鬼かな、たちと小さい鬼ね、うちの、まあ相当多分ね、銀行界っていうか、そういう金融で力を持ってた人なんでしょうね。リトルデビルとか、リトルデビル、確かに株式市場とかで利益出してる人のことをリコーリって呼ぶんですよ。FX とかでもなんかこれ確かおすすめされてた本の一つですね。そう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 、このそう、どうぞ。あ、いえ、博士どうぞ。いや、この人のもう一個の本も読んでて、それが投資の本だったんですよ。でも僕に言わせると、なんだろう、当たり障りのないことというか、なんかこう例えば、うまくいってる時こそ引けとか、なんかそ、いや、それはそうだろうみたいな、なんだろう、引いてうまくいって、
弾かなかったらほらうまくいった時に弾けって言ったじゃんみたいな後出しができそうな、ルールが10個ぐらいあったんですよね。なんだけどこの月の科学はすごく、納得できるというか優れた本かなと思いましたね。そう、このその多分博士がおっしゃってた本はこのマネーの公理、これこれ、スイスの銀行家に学ぶ儲けのルールってやつだと思うんですけど、これなんかこれもベストセラーっていうか、なんかあの投資する人の教科書的な存在らしいです。はい。で、この本の概要なんですけど、なぜある人に幸運なことが起きて他の人には起きないのか、幸運の本質を科学的に考察しそれを手に入れるための法則を明らかにする、でこの人20年以上にわたって約1000人以上の人にインタビューとかして、まあ、それ運がいい人とか、まあ、多分悪い人も含まれてるんですけど、同じなんか境遇なのに一方が良くて一方が悪いとかいうのもありますね。そうですね、そういうのを分析してなんかどうしてかっていうのを書いてます。1000人ですか？1000人以上、すごいですね。20年かけてますからね。そうで、この扉のところになんか運は見ることも触れることもできない、しかし運は確かに存在する、そう思うしかない経験を誰しもするからだ。確かに、責任ある。ただ運が存在すると分かったところで運を良くするために何かできると思う人は少ない、だがもし自分の意思で運を少しでも良くすることが可能なのだとしたらそれで自分や周囲の人たちの人生をより良い方向に変えることができるのだとしたら、著者は大きな幸運に恵まれた人の実例から運のいい人に共通して見られる特徴を発見した。人が幸運になるための条件を発見したと言ってもいい。運のいい人はなぜ運がいいのか、著者はそれを合理的に説明してくれる。またつかみうまいね。イントロってさ、つかまなきゃいけないじゃん。このレジュメで最後つかみたいじゃん。つかんでくるな。そうかな。すいません。普通なら迷信に頼った説明で片付けられるところだが、本書は決してそれでは終わらない。幸運になるための条件は全部で5つ、本書を読みその5つの条件を満たせば誰にでも月がやってくるそうです。ぜひ。素晴らしい本ですね。まあ、これ読んだらすごいついちゃってるんですよね。すごいじゃないですか。でも博士ってついてる人の条件満たしてると思いました。ね、そうなんですよ。そうなんですよ。何でも努力しなくてもどんどん手に入ってくるんですよね。羨ましいです。でも今日からこれを。今日から。そうそう。でなんか導入が長いっていうご批判がありましたので、もう早速内容紹介の方に行ってみたいと思うのですが、その前に運の定義、この人が運をどう定義してるかっていう、私ちょっと定義とか結構気になる。ちょっと待って、ここまで何かあります？ありますか？上鶴さん、なかったら何？疑問ですか？いや、誰が導入部分が長いと言われてた？はい、私です。でも自分でも分かってるんです。でもいや、導入部分は長かったけど、良かったんですよ。そうですよね。すごい引っ張られる、こう気持ちを引きつけられる。いやいや、でもその後の内容がね、ちょっと尻すぼみ。そう、それはいいんですよ。今日はそうです。そう、で、いいです。まあ、その内容にもここから入ってはいるんですけど、ちょっと運の定義、この人がマックス・ギュンターさんがどう定義してるか。定義は大事だね。31ページから書いてあったんですけど、運は、人生を大きく左右し、人間の手で操作制御することが不可能に見える事象って言ってます。確かに、人生を大きく左右しか、なんかたまたま帰りの電車を遅れた時に出会った人に投資してもらったとか、そういうことね。そうです。なんか仕事がないなと思ってたら友達から紹介された人にみたいな、そういうのもいいんだよね。そうそう、なんかフラッと立ち寄ったお店でなんか好きなものを見つけたとか、セールだったとか。博士が大学院に進んだ時もそうだった。いいこと言いますよ、今。え、そうなんですか。マニアですから。マニアですか。そう、僕はその博士号を取りたいと思ってて、はい、まあそのいろいろ調べてたんですよ。いろいろ調べてたけど、自分で行きたいとかないし、なかなかこう、なんだろうな、募集してないみたいな、わかりますか。その時に本にも書いたんですけど、運の本か思い出して、聞きましょう。いや、自分でもそういうことあったありますよね。うん、その時に全然連絡してこなかった、
峰本君っていう人が名前そ京都大学の大学に行ってて、そしたら電話かかってきて、うん、グッドウェル君と、うん、今なんか普通の話してたんだけど今大学院探してるんだよって言ったら、うん、国立遺伝学研究所ってところが募集してるぞと、うん、そうそう、そんな研究所全然知らなかったんですよ、うん、でも調べてみたら募集してて、しかも僕がやりたかったことだったんですよ。すごい。そう、それが運ですよね、うん、あと本出したいという時もそうでしたよね。本出したいって言って、うん、もういろんな出版社にこれはメールしてるって意味なんですけど、うん、いろんな出版社に出したい、うん、僕が出して売れますみたいなこと言ったけど全部断られるんですよ。そしたら、その時当時ミクシーやってて、うん、で そのこともいろいろ そういうことも書いてたんですよ、うんうん、本出したい、うんうん、そしたらある出版社の若手の女性が、うん、博士、私のとこから私まだ一回も出したことないけど私の名前出しませんかみたいな、私と一緒に出しませんかみたいな、それが運ですよ。これこれね、うん、超ラッキーですよ。その女性とはもともと知り合いだったわけじゃない？全然知らない、じゃあ向こうが博士を知ってた、ファンだったの？そう、ファン、筑波の、サイトで、ま、知ってます？もしかしたらその頃は知らない。筑波のサイトで、あ、女性向けのサイトでベータ版の前のやつは知らないです。もう、あ、そうなんですね、あの恋愛専門 .com とか恋愛ユニバーシティの前に、うん、研究者だったんですけど、うん、その時にこう趣味で書いていたものを見つけた、あ、それをそのミクシーにマップしてて、それを見つけた人が博士うちから出しませんかって言ってくれたんですよ。だから全然知らないし、これですよ、これ、うん、まあ、付けマークまだ読む前だけど、そうですね、本当にそういうこの例、そうそう、今の博士みたいな例がいっぱい出てくる。ありました。ミントさんの例も聞きたい。そう、言い分かりました。私はなんか今の会社に入ったきっかけが、うん、その今の会社に入ったのが運がいいってことが言いたいのね、うん、いやそれならいいんですよ、でも入って失敗だったら運がいいことがとてもいいんですけど、うん、その私 あの希望する職場の条件を全て満たしてたんですよね、うん、今の職場、はい、でそれに応募したきっかけっていうのがたまたまあのインターネットを検索してて、うん、はい、次の日が締め切りのセミナーだったんですよ。で応募して、それ運っぽいぞ、うん、でそれをたまたま見つけて、うん、でもよく考えたら毎日そのサイト見てたのになんか全然何も気づいてなくって、たまたま下の方までスクロールして端っこの方まで読んだら、あ、なんかすごい良さそうなのがあるぞ。で行って試験受けたらすごい試験の出来もよくって、なんか私のなんか勉強してたようなところがなんか出て、でいろんなところから声がかかったんですよ、その、うん、私欲しいっていうところ会社から、でその15ぐらいかかった中から1個いいのを選べたんで、そのだからそのセミナーを見つけなかったら確かにダメだったからな。確かにそれで思い出した、全く関係ない話があって、今日あのエイブリーさんが休みなんですよ。はい、エイブリーさんも休みですけど、今日は休みです。来週来ると思います。あ、再来週だ、うん、今月、今年これで終わりだもん、うんうん、で来年の中旬からまた、うん、はい、うん、はい、そして、え、なんか続きは、あ、なんかびっくりした、挟まっただけですか？挟まっただけです。エイブリーさんの親さんと見ました、上の話かと思って、今の話聞いてて、それでそれが頭でいっぱい、全く入ってこなかった。私のことなんてそうでもないんですけど、入ってきて、入ってきて、リンゴがありましたよ、ね、適当に探すの、ユルファなんで、ユルファ、まあ、基本的についてると思って、でもそれはあ、いいですね、ユルファからちょっと一回だけ聞きたい。そうだな、なんか就職活動して新卒の時に、で結構大変だったんですけど、その時にあのなんかエントリーシートが書くじゃないですか、でなんかこういろんなやつがこう重なってて、どれ行こうかなって思って行くのをやめようとしてた時に、なんかそれを行った方がいいような気がして、た会社にどんどん進んで最終選考まで行ってこう入ったみたいな。あ、すごい。それはでも、ね、運じゃない気がするけど。いや、でもね、ちょっと弱いな。出るんですよ。運のいい人は直感力が強いんです。そうか、それ言われちゃったらそれは結果論じゃん、それ。うん、まあいや、でもそうかも。あ、じゃあでも直感によって運が良くなってくる。私一個もないっていうのはそれもあるんですよ。あ、そうですか。なんか私仕事運とか結構悪いんですよ。あ、そうなんですか。そういうこう何 AAB みたいな、そう、なんかすごく悪くて、一番最初に内定した会社が、あの留年したって、あの流れちゃったんですね。
留年したから、はい、留年したためにで次に入ったところはあのなんかあの夫婦で経営されてたんですけど、そこが離婚しての事実上の倒産だったり、おいおいおい、マックス級で、ま、一番読んでほしい人その前にありました。その前にあのかあの大学の先生の紹介で奈々さん の, あの出版社に入ったんですけど、そこが倒産しちゃったっていうのもあって、なんかそこからもういっぱい倒産しちゃう、倒産とかそういうのをなぜ、まあ、あの立ち上げます。なので、なんかいい人になりたい。オッケー、あなたの影響が。そうですね、上連れさんのために、はい、きっとでも探したら仕事以外のところでついてることもあるかもしれない。あのここにいることじゃちょっと運がそう、もちろん私 の, あのゼミに参加できたっていうのは、うん、もう前からずっとラブコールを送ってたんですね、うん、で、うん、たまたま曜日でやばくて、ちょっとあの他の方と会わなくて、でどうしよう、どっちかになりますって博士が言っておっしゃってたんで、あの両方とってこともありえるんじゃないですかっていう返事をして、そこで一回終わったんですけど、うん、もう一度あの自分の休みを調整して出るようになった。ゼミの話ね、ゼミで出るようになった。それはラッキーだと思います。それは熱い思いもあります、うん、まずそれ終わりました。よし、次行こう。はい、でそのさっき言った運がいい人は5つの特徴があるっていう話なんですけど、もう入っちゃいます。はい、これなんかこの本のね178ページから書いてあって、なんかこう運を巡る不思議な旅、いよいよ確信へって、え、178ページから確信へって、そうそう、ここの部分は多分その成功者とあの運のいい人と運の悪い人のそのどういうケースがあるかとかっていうのをすごい紹介したい、うん、あと運を信じてる人たちっていっぱいいるんですよ。投資家もそうですし、うん、それからそのなんだろうな、まあ、芸能人とかもそうだし、うん、例えばこの中には、映画俳優も出てくるんですよ、うん、でそういう人たちがそれぞれ考えてる運とは何かっていうのが書いてあって、うん、それを検証したりとかしてるんですよ。あ、そうですね。だからここまでの、まあ、これは、この人を信じられるなら読み飛ばしてもいいんだけど、うん、ここまでは俺はここまで検証したぞみたいな、うん、その根拠とかですよね。そうそう。でもこの本のいいところはその最初にもう5つあるぜって言い切ってくれてて、その5つに関してちょこっと説明が載ってるんですよね。だからなんかあの結論を先に言えっていう本あるじゃないですか。ある、それもありそう。だけどちゃんと結論を先に言いつつ、中にその検証を織り交ぜて最後にその結論で挟むっていう。読み込みすぎでしょ。いやいやいや、読んでないんですけど、あんまり。だからここだけでいいかなって思って、ここを重点的に読みました、私は。あと博士にね、あのすみませんが説明していただきたいところがありまして、はい、このなんかランダム理論。ランダム理論、はい。なんかここをちょっとあれを、なんか完璧な手札は驚くに値しないとか、あらゆることは起こりうるみたいな。はい。そうだ、ランダム理論を調べたんだ。調べた。あ、これだ。この株価の値動きはどの時点に多いの。あ、それランダムウォーク理論って書いてありますね。あ、そう、ランダム理論で調べたらこれが出てきたんですけど、なんか、うん、ランダムウォークって言ってよく言ってました、ね。うん、そうそう、それかと思ったんですよ。なんかいろんなところかかランダムウォークなんか婚活で言ってますよね。なんかいろんなとこ行った方がいいよみたいな、うん、そうそう。それとはちょっとまた別なんですけど、はい、これはなんか株価の値動きについての予測不可能性を説明する理論、はいはいはい、相場の値動きを論じた多くの理論のうちの一つってことなんですよね、はいはい、そう、簡単に言うと株価って上がる確率も下がる確率も等しいっていうことらしいんですよね、はい、そう、あのなんかロシアで昔ソ連と言われた時期に、うん、あの原爆とか水爆とかいっぱい作ってたんですよね、うん、でもそういうのはなくなってきたんですよ。もう作る必要ない、あの世界の平和なので、うん、そうすると、ソビエトの科学者たちが余っちゃったんですよ、うん、って話聞いたことあります。ありそう、あります、うん、で余っちゃってたんですよ、うん、でその時に就職先がないんですよ、うん、そしたらアメリカの方で金融業界が人を募集してると。実で この中の誰か知らないけど、物理学のブラウン法則、ブラウン運動のっていうのがあって、うん、それはその、水の中に何かこう文章を入れるとランダムに動く、その動きが株の動きとよく似てるっていうことに気づくんですよ。すごい、そうでしょ、それすごい。それが今の金融工学って言われてるものなんですよ。物理学者はみんなアメリカのボルガに流れたんですよ。へ、そこで金融工学を使ってサブプライムローンとかできてドカーンみたいな。へ、それが多分ランダムウォーク理論、多分物理学の理論だと思う。あ、
そうなんだ。へえ。そうで、これが多分運と似てて、似てる。運もその上がるか下がるかは分からないみたいな。だ、多くの人はそう思ってると。うん。で、その別に自分がコントロールできないだろうってみんな思ってるけど、そう、実はそうじゃない。そうじゃないんですよ。その何でもそういう、そういう物理学の法則に従ってるんで、金融は予想できるっていう。そう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 。だから運も、うん、その全部は無理かもしれないけど、うん、その運の中の一部分に必ず自分でコントロールして上昇させることができる部分が、うん、結局引っ張ってるね、あるよっていうことを。いい、すごくいい。そう、そう、そうなんですよ。言ってるんですよ、この人は。そう、なんか説得力が伸ばしてきてますね、うん、はい。です。で、その5つが何かというと、すいませんね、また長くなっちゃって。いいんですよ。うん。で、まず1番、運のいい人は社交性に富んでいる。そうです。それなんですよね。やばい、飛んでないわ。で、なんかこの社交性のところでは、なんかこう蜘蛛の巣みたいに自分のネットワークを広げておくと、うん、蜘蛛って巣で餌を取るじゃないですか。なんか比喩として出てたんですけど、うん、だからちっちゃい巣を持つ蜘蛛よりも大きい巣を持つ蜘蛛の方が確率的にいっぱい虫取れるよと。うんうん、大きいネットワークだと、うんうん、でなんか運っていうのはどこからもたらされるかとかは予測できないんだと。誰からどこからもたらされるかは予測できないけど、一つ言えることは人の手によってもたらされる。大抵人が持ってくる。そうそう、大抵人が持ってくるんですって。なんか今重要ですね、うん、自分がなんか予測できないほどの月とか、うん、ラッキーって思うようなことっていうのは大抵人の手によってもたらされるから。本当にその京都大学の人とか、うん、そう、その出版社もそうです。うんうん。だからなんか社交性、いろんな人と仲良くしたり積極的に関わっていくことが運を上げる一つのファクターになりますよってことは言ってましたね。うん。でなんかヘッドハンティングの話とか出てきてて、うん、そのヘッドハンティングされた人とされない人、なんか2人は同級生で女の人なんですけど、うんうん、あ、できた、できた。そう、ヘッドハンティングされてすごいなんか成功した女の人の方はなんか人と話するのが好きで、誰にでも気さくに話しかけて、うん、会社のランチとかでも話しかけたり、うん、そのセミナーとかにも積極的に行ってて、その仕事関係の、うん、でそこでなんかセミナーの教授にもなんか気安く話しかけてて、うん、気安くって言ったらいけない気軽に話しかけて、うん、そう、そこでなんかつながりを持ってたことによって、メモしようかな、気安く、気がつくもとか、はい、そう持ってたことによって、そのヘッドハンターの人とこうつながりがつながりを呼んでみたいなことで、うんうんうん、そういうことがあったと。でもう一人の人はちょっとあんまり話すことが好きじゃなくて、それ私だなんかその ついてるっていうかそういうヘッドハンティングされた人と一緒にご飯食べててもずっとなんかつまらなそうに退屈にしてて、なんか地味な人生を送りました地味みたいな感じ。終わってもなんか幸運とは言えないって、この人の人生はそれはあなたの主観ですけどねって感じ。ヘッドハンティングされた人はハンティングされた先で幸せになった。あ、そうそう、さらになんか年収も倍増してなんか地位の高い職についてみたいなで、やりたいこともやってって感じでした。うちの弟がその話をどっかに書いたかもしれないけど、性看護師の免許を取って、で、県職員になりたかったんですよ、うん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 、ね。でも県職員になれない。で、なんかどっかの、まあこれ、誰かにバレるかもしれないけど、あれなんだけど、どっかの、私立の病院で働いていて、あまり、労働条件が良くなかったと。で、それを、みんなに言ってたんですよ、弟の方にね、こういうの。で、うちの母親もいろんな人に言ってたんですよ。でも全然見つからなかったんだけど、ある時、山に登ったんです。みんなで一緒に、なんか山登りの会みたいな、うん、はい、でそこにたまたま来たその県の、その県の看護師を全部束ねる人の長みたいなのが来たんです。すごい。そうで、そこで、いつものようにうちの母親は、お母さん、息子がお母さんめっちゃいい人、転職になれないですかね、大事大事、それ大事、たまたま空いてるよって言ったんですよ。すごい。そしてトントン拍子で転職になれて、でもその時にその翌年からはそういうことはできなかった。その件ずるちゃんちょっと紹介みたいな、そうそうそう、ね、というのもあって、このなんだろう、何、社交的っていうのはすごく重要で、しかもなんだろう、それってたまたま来た人なんですよ、うんうん、つまりそのすごく親しい友人を作れっていうのも
まあ、大事かもしれないけど、うんうん、それほど親しくない人が持ってきたりするんですよ。たくさん作れってこと。そうそう、たくさん作れ。ネットワークを広げるのが大事。白川トークさんってトークさんって人いて、聞いたことありますよね、うん、あの婚活時代って本を書いた、はい、著者のうちの一人なんですけど、その人が結婚するのに、ちょっと恋愛絡んできた、うん、結婚するのに大変なことは薄い友達を持っていることなんです。薄い人を連れてくるんだと。濃い友達よりも、うん、なんかさっきのようなその、うんうん、なんかちょっと顔見知り、そうそう顔見知りみたいな人が、うん、こんないい人いるよみたいな、うん、いうようなことを言ってたんですよ、うん、だからこれはすごくまとめて、そうなんですね、うん、でちょっとあの薄い関係の友達も大事って書いてある、ね、そう、それこれちょっと関係するかは分かんないですけど、なんかのフェイスブックで例えばあの木村拓哉とあのコンタクトするとなんか 2,3 回であのアメリカの俳優とコンタクトできちゃうとかで、そういう理論と近いところあります、ね、いいとこ行ってますよ。それはあの何だっけな、6時の隔たりっていう、あ、そんな感じのネットワーク理論、そうそうそうです、そうです、適当なんですよ。ベーコン数とか呼んだりして、そうそう、ベーコン指数です。あ、そうそうそう、ケビンベーコンって言うんですよ。フラッシュじゃない、ケビンベーコンの方です。はいはい、ケビンベーコンと全ての人、ケビンベーコンに我々がこう違うと思ったら、うん、だからさ6人とか5人とか4人とかにつながっちゃうよみたいな、じゃあ私の好きなアーティストとも5人ぐらい、そう、でもそれどころか、うん、まあ、アフリカに住んでいる名もなき人とも6人でつながってるんですよ。え、全員じゃあ6人で、そう、全員で6人で、6人も隔てれば、だいたい、あ、つながると。で、そこにこれすごく深い話で、それは例えば僕だったら、うん、まあ、これ自慢でも何でもないけれど、うん、まあ、テレビ局のプロデューサーの友人に連絡する、うん、その人ものすごいいっぱい知り合いを持ってるはずなんです。そうですよね。で、そのものすごい知り合いを持ってる人が、うん、あの時々いるんですよ。それがネットワークを小さくしてるっていうことなんです。わかりますか。一人分でかなりのものが、そう、ほとんどの人は、10人とか20人とか知り合いはいないんだけど、しかね、うんうん、でもある特殊な人がこれを大きなハブって呼んだりするんだけど、うん、もう何百人も知ってたりするんですよ、うん、でそこに繋がると急に短くなるよって話なんですよ。 ですね、でもこれは一方で、極端な、なんだろうな、格差社会も作ってるんですよ、うん、そういうふうなこうみんな集める人はお金もいっぱい持ってて、うんうん、そうですよね。そうだからネットワーク理論っていうのが、正しい世界を作ったりすると、すごいたくさんの貧乏人と一部の金持ちを作っちゃう構造も同じ構造なんですよ。どうでもいいか。でも月がそうすると月が欲しい人はフェイスブックとかやった方がいいってことじゃないですか。それはそうなるのですよね。そこがきっかけで何かつながりができる可能性が。ただこれで、ね、僕は思うのは、この僕もまで前に言ってしまうと、もしかしたら僕それ書いてあるかもしれないけど、うん、物の感染と似てると思うんですよ。ネットワークの構造っていうのは、病気の感染とも似てる、流行がどうやったら流行するかも似てる。でこれの場合は、社会性に富むっていうのは、病気で言うならば、映画館で感染しやすいとか、空港で感染しやすいみたいな、人が集まるところに行くと病気が感染しやすいじゃないですか、うん、ということを意味してるんですよね。わかります？言ってる、うん、でも一方でその病気に、感染力とか、うん、あるいはそのなんだろう、病原性みたいななければ、もう流行っていかないし、流行ってもな、まあ、流行らないんですよ、うん、でその感染力って何かっていうと魅力だと思うんですよ、うん、かります。だから僕思うのは、これはとても重要なんだけど、つまりその、うん、いろいろ社交性に富むのは重要なんだけど、うん、それよりも実はもっと重要なのは、その人が価値があることだと思ってて、うん、それ結婚で言うなら、結婚をしたいと思うような価値がある人が社会性に富んでいると、うん、広がっていく。でさっきのその2人の人も両方とも有能なんです。多分、うん、有能だからこそ社会性に富んでいると広がっていくんですよ、うん、じゃあ逆に言うと、無能な人間が名刺をいっぱい配ったとしても、うん、別に何の仕事にもつながりませんって。確かに、いらないや。そう効率は悪いんですよ。だから僕は1番目は魅力だと、うん、2番目にこの社交性だなと思ってるんですね。ただその、まあ、そう言いながらも一方でその価値っていうのはね、急に生まれることがあるんだよな、どうでもいいところで。例えばなんだろう、まあ、ある場所に行くと、そこには独身女性は一人しかいないとかね、うん、そういうことになることがあるんで。工業高校とか。そうそう、工業高校とか、うん、工業高校ね、東京理科大のおしゃまんべ校とかおしゃまんべ、なんか東京理科大のよく言ってることなんだけど、なんかおしゃまんべマジック。そう、おしゃまんべね。おしゃまんべってあの北海道なんだ。北海道
1年生みんな飛ばされるらしいんですよ、そこにね。そうなんですか。キャンパスあるんですか。キャンパスあるね。あれ特定の学部じゃないですか。基礎工学部だから、うんうん、でそうすると誰でも彼氏ができるみたいな。あ、それできるかもね。ほとんど男性みたいな。だから そうだからそういうことまで言うと、もしかしたら、価値がないと思っても、うんうん、いろんな人と知り合うとそこで価値があるみたいなことがあるかもね。確かに、まあ、とにかく社交性は重要だ。